アンヘル・カセロ・アンヘル・ルイス・カセロ・モレノは、スペイン、バレンシア出身の元自転車競技、ロードレース選手。1994年、ミゲル・インドライン要する、バネストと契約を結んで、プロ転向。同年のツール・ドラブニールで、総合優勝を果たした。1995年、ブエルター・エスパーニャ初出場、総合13位。1997年、 ブエルター・カスティーリア・イレオン総合優勝。カタルーニャ一周総合2位。ツールド・フランス初出場。1998年、ビタリシオ・セグロスに移籍。国内選手権、ロードレース優勝。1999年、国内選手権、ロードレース連覇。ツールド・フランス総合5位。2000年、弟、ラファエル・カセロと共に、フェスティナに移籍。ブエルター。 エスパーニャ総合2位。2001年のブエルター・エスパーニャでは、最終、第21ステージの個人タイムトライアルにおいて、前日まで、総合主位のオスカル・セビーリを逆転し、劇的な総合優勝を果たした。しかし、所属していたフェスティナは同年限りでチームを解散。2002年、ドイツ席のチームコースト2席。ブエルター・エスパーニャ総合6位。 2004年、2003年限りで、ビアンキが解散したため、コムニダ・バレンシアに移籍。2005年、引退。ありがとうございます。